加速です。ともです。矢作です。すみです。中野です。ゆうちゃん。今の挨拶がもう最後だよ、多分。うん、ああそうか。うん、はい、確かにそうです。しかし、はい、まあもちろんね、この動画をメイン見られてからの方の方が、はい、大多数だと思いますけど、うん、ちょっとやばかったね。うん、やばかったな。さすがの中野ももうボケれなかったよね。そうですね、ちょっと最初はちょっと我慢したんですけども、うん、ちょっとボケれなかったです。なんで我慢すんの？いや、やっぱちょっと、やっぱりまあ今日は、まあ泣かないぞっていう風に思ってた、うん、まあ確かに、はい、なんか中野くんが泣くと、はい、じゃあやめなきゃいいじゃんみたいな意見も来るかもしれないし ね、うんうんうん、そうですね。まあそんな思いもあったと思うんですけども、はい、まあ本当にメインの方では、まあぶっちゃけだし、俺もリアルに3回ぐらいやばかったな。今後だってむっちゃ泣き出すしあのメインでもちらっと言ったかもしれないけど、やっぱり今回この動画メインチャンネルの方を動画撮るにあたって、うん、中野くんに言うことはもう任せるねって言って、うん、で中野くん以外のメンバーで行くと実は喋っててちょっと、はい、まあ泣くとかはちゃうかもなみたいなことを言ってたんですよ、ぶっちゃけ、っていうのもなんか悲しくなるよりもなみたいな話をしてたから、じゃあまず1号がドスン行ってそう、でもなんとなく想定はしてたんよ、はい、トンボはありえるよなって。あ、はいはい、でもトンボはね、本番前っていうか昨日かにみんな喋ってる時に、いや今回は泣けないですよって思ってたんだもん、だって本当にな、うん、でも俺らの中では、うん、まあ1号のことやから1号って呼んでんの1号って呼んでんの。涙腺緩み1号2号ですけど、そうですよね、2号干したらさ、5号がさ俺あっこで実はほんまやばくて、うん、で、ラスト小児の涙でちょっとね、あの、まああれはカットしてないと思うけど、嫁サック喋ってる最中やったから、最後の嫁サックが涙ながらに喋ってる最中にまさかのトンボさんがブーッごめんなさい、本当にごめんなさい嫁サックごめんなさい。あれなんなん。いやもう耐えられなくって、うん、いやもう絶対にそんなんね、声出しちゃいけないじゃないですか、一番大事な場面で。まあ、あとね、嫁サクが感謝の気持ちを中野くんに伝えてるとこやったからな。いや、でも孤児が、うん、孤児のあの顔見たらもう無理ですわ。ブーブーおえつが出ちゃって、本当にもうねえ、どうすんだよ、中野くん、本当に。まあ、改めて、まずはどうだった、メインチャンネルでね、まあ、はい、挨拶動画撮ったけど、はい、うん、やっぱりその、自分の気持ちっていうのを、あのしっかり伝えられたのかなと思いました。いっぱい考えたよ、あれ。そうですね、やっぱりその、うん、ちゃんと本音、最後の最後の、うん、を伝えて終わったらいいのかなと思って、うん、しっかり考えました。すごい良かったよね、うん、なんか、うんうん、そこまで言ってええねやと思ったぐらいだったね、気持ちよかったわ、うん、そうそう。でね、まあせっかくなんでこの小部屋をちょっと回して、うん、まあ本当はね、メインの方で僕の中でもそれもチームで話してたんですけど、なんか思い出話とかできたらいいよって言ってたんですけど、思いの方がやっぱりみんな気持ちがあったから、長くなっちゃったし、家族がね本当に来る時間ってのもあったから、うん、今回ちょっと小部屋にしようかなと思って撮らせてもらってます。はい、どうなのよ、思い出的なさ、はい、ここをちょっとやっぱ聞きたい人もいると思うよ、うんうん、そうですね、やっぱり、ま、僕の思い出深いのは、うん、で僕結構あの勝手に撮ってくるみたいな動画をよく撮ってたと思うんですけども、うんうん、やっぱりそれをこう思い返してた時に、うん、いうのたくさんやってやっぱこう思い出深いな、そういえば富士山行ったりとか、うんうんうん、カニ漁行ったりとか、うん、バンジージャンプ飛んだりとか、うん、そういうことをたくさんしてたなっていうところをやっぱり思って、あのすごく懐かしいというか感慨深い気持ちになりました。そうね、はい、うん、でぶっちゃけだらしもうええやん、ぶっちゃけ、うん、そう、今言ったやつとかも本当は行きたくなかったってことだもんね。まあ、そうですね、その最初、まあ、本当はというか、うん、これ大丈夫なのみたいなやっぱ不安とかもちろんありましたし、いや、こっちからしたら知らんがなお前が勝手にやって、はい、その大丈夫なのかなとかはマジで知らんがなやっぱり僕も暴れるっていうのはやっぱりテンション、うん、そのさ、いきなり、なんていうんですかね、ぶっつけみたいなところがあるので、うん、はい、
まあ、やっぱり行ってみて大丈夫なのかなみたいなのはやっぱあるんですよ、うんうんうん、ただやっぱりやったらやったで、うん、すごいやっぱ達成感というかやってよかったなと思うんです。あ、やってみたらね、はい、俺が言ってるのは、はい、要は中野くんの中でもう全部話したんですよ、本当に全部話した中で、はい、中野くんの中で企画を考えるっていうのもちょっともうね、うん、しんどくなってきてるって中でやっぱり通したい、でもチームにいるからね、うん、お給料のこともあるし、うん、通したいっていう部分があったから、ね、俺は無理してぶっ飛び企画をやってたんじゃないのっていう話。なるほどね、うん、あ、そういうことですね。そうやんな、そうです、もう通あのこれちょっとやれば 通るんじゃないかなとか、うん、はい、もう動画を作ってしまえばみたいな。まあ、もちろんね、はい、まあ、細かい話まで話しちゃうと、うん、別にうちのチームって、まあ、トンボもそうだけども、うん、中野くんも、企画を持ってきて採用されたらいくらですっていうのはないです、うん、そういうことじゃないんですよ、うん、そういうことじゃなくてやっぱり中野くんの中で力にならなければっていう部分でね、そうですね、あったと思うから、うん、はい、そういう暴れ企画を持ってきてたっていう、はい、ことだよね、うん、そうですね、うん、他にある？なんか思い出深いこと。思い出深い、やっぱりその結構、うん、カジサックチャンネルって旅行企画、うんうんうん、たくさんやってると思うんですよ、うん、でちょっとちらっとさっきも当時とかもとかと話しましたけども、うんうん、まあ、鈴鹿サーキットであったり、うんうん、いろいろいったやっぱりああいうあの思い出っていうのがやっぱすごく思い浮かびますね。あ、楽し、うん、あれは楽しかったの？楽しかったですね。やっぱりそのみんなでなんか温泉入ったりとか、うんうんうん、やっぱ下じゃないですか、うん、ご飯食べたりとか、うん、あ、その時の面白い VTR から出そうか、あれ温泉のあのやつ、あれ出したらもうチャンネル番ですこれが最後にチャンネル番になるんで。あとひたすら毎回の旅行でやけど朝ごはん残しまくってたやつそうそう、どうしても朝ごはんはねちょっと食べることできなくて、うん、はい、なんですけどやっぱりそう思いが、あれいい経験させてもらったなと思います。そうね、でもな、ぶっちゃけた話、今いい思い出話もしたかったりするけども、はい、でもリアルな話で言うとやっぱりね、メインでも言えたけど中野くんの中ではずっと背伸びをしていたから、なんか多分おそらくやけど楽しい思いもあるけども、うん、多分辛かった思いの方があったと思うんだよね。そうですね、うん、はい、なので今企画とかを普通作家でなんか通ったり、うん、その自分が通った企画を撮影したりしたら、うん、いいのができたぞとか思うと思うんですよ、うんうん、ただやっぱり僕の場合なんとかできあの終わったっていう、うんうんうん、成立させられたっていう気持ちの方が勝っちゃってたっていうのは、うん、まあ、ぶっちゃけありますね。まあね、はい、まあ、それでもいいっちゃいいんだけどね。まあね、うん、まあでもどっかでやっぱりずっとなんか苦しくなってきたっていう部分があったっていうことだよね。はい、あーって感じかな。うん、あとマジどうすんのこれから、その辺の話リアルにさ、はい、まあ今決まってないとは言ってたけどもさ、うん、はい、まあ、でもある程度貯金もあるでしょ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけそうですね、働かなくても、うん、なんですか、暮らしていける、うん、余力は全然あります。返して。なんでなんでびっくりした、びっくり、それびっくりするでしょ、だってそうやな、はい、まあまあ、100% 正しいと思うよかったよかった、ね、まあそれあるから、なんか考えてんの、はい、そうですね、事業とかすんの。事業とかもなんかめちゃくちゃ興味あるんですよ、はい、なのでちょっと自分からちょっといろいろ、まあ作家業とかも、まあ、続けられるならいろいろ自分から営業とかかけて。そんなできるタイプ？いや、できるタイプじゃないかなと、じゃないとは思ってるんですけど、うん、なんかやってみたい気持ちあるんです、うんうん、はい、向いてる向いてないはちょっと一旦置いとかせていただいて、うん、やってみたいっていう気持ちあるので、うんうん、その自分の好きなことをやるって言ってたと思うんですけども、うんうん、まあ、それそういう意味でもちょっとやってみたいなとは。なるほど、思います。あとあれやん、全国回りたいって言ってたやん。何それ。全国、僕すごくサウナとキャンプ好きなんで、うん、なんか日本一周なんかサウナ施設回るみたいな、え、楽しそうだなっていう、うん、その気持ちがあるんですよ。それこそ笑ってるよ、お兄ちゃんすいません、はい、ちょっとなんか夏休みの小学生みたいなそれがいいじゃないですか何それ、日本一周ってどういうこと。あのジムニーでもう車で、そうそう、言ってたんですよ、はい、宿はサウナみたいな、うんうんうん、楽しそうだなと思って。日本一周、
47ってこと？47絶対あると思うんですよ、そういう施設。あ、47行くってこと？はい。一撃で？一撃で、まあその辺まだ全然詰めてはないんですけども、うん、なんかそういうのできたら楽しいなって。絶対行かへん。それまたカッコつけたでしょ、なんかトンボと喋ってる時に。わかんないじゃないですか。絶対5カ所ぐらいや。そうです、一回東日本で一旦休憩はするかもしれないですよ。いや、もちろんね、はい、だってお前言うてたよ、あの俺にドッキリやってきたけどさ、はい、二度と九州まで車で行かへんっていう言ってたよ、言ってた、言ってた、なんかしんどかったとか言って。あれは、要は行ってこいじゃないですか、うん、今回は行くならこうじわ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 こう回るっていうことなんで、運転は多分そんなに、いや、やるんやったらほんまにええと思うで。いいでしょ、うん、ただ、はい、マジで3ヶ月ぐらいかかるんじゃないの。いや、めっちゃかかる、めっちゃかかるよ。1日1件とかでもやっぱかかりますかね。1日1件だって47都道府県そうかさ、はい、1日1件でも1ヶ月半は全然かかるじゃん。はい、あ、1ヶ月半でやると思ってんのか、もう2ヶ月ぐらいその使える県もあれば、うん、やっぱ北海道なんて絶対めちゃくちゃ広いですもん。あ、そうだ、まあね、はい、うん、いや、だから要は俺が言いたかったのは、はい、北海道行ったら北海道で多分何個か行きたなると思うのよ、はい、うんうん、なと思います、うん、でしょ、はい、そういう意味でトータル3ヶ月ぐらいはかかんじゃないの、うんうん、ってかかるかもしれないですね。それほんまにやったらすごいで、うん、すごい。いや、なんか楽しさ、なんかワクワクはします。めっちゃお金かかるで。でもかかる、サウナってあんまり高くないですよ。いや、とはいえさ、宿賃とかさ、うんうん、あ、サウナ素泊まりしたら大体だって3、4000円ぐらい、うん、で、うん、3、4000円ですね。だから、そこまでべらぼうに高いわけ。ごめんごめん、これが俺の最後のくしゃみや。よかったな。ありがとうございます。ごめんごめん、え、はい、なので、まあの、いや、ガソリン代とか、そう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 、考えてもか、ちゃんとご飯代とかね、うん、でもおかげさまで、うん、まあ、しっかりその貯金はさせていただいているので、うんうん、そういうのを使いながら、まあ、経験値としてやるのは楽しいんじゃないですか。いや、全然いいと思うよ、うん、はい、うん、まあ、ぶっちゃけた話、貯金が溜まったからやめたいっていうあれも出てきてるもんね。ぶっちゃけな。こっちやったよ。こっちは思ってたよ。それやったらすごくない？でも楽しい、絶対楽しいだろうなと思うんですよ。飽きないかな、途中で。確かに。でも、その中で、例えば、うん、キャンプ場とかにも行ったりとか、うん、したら、その、変わるかな、うんうんうん、楽しそうだなと思います。SNS はどうすんの？ああ、確かに確かに。SNS はやりたいなと思ってまして、うんうんうん、それこそそういう、行った、心の情報であったりとかは、うん、載せれたら楽しいかな。むっちゃ楽しみやわ、始まったら。え、それはツイッターとかってこと？ツイッターと、あとはあのインスタ、うん、ですね。めっちゃ楽しみ。ちょ、正直に言ってや、そこはね。そこは、その、はい、例えば、はい、わかんない、群馬とかまで行って、はい、東京戻ってきたら、戻ってきたってことは言ってない。いや、それはだってで、それはだってちょっと人、なんか起きそうじゃないですか。あいつ、日本一周結構東京温存みたいな。いや、そう、だってあなたが言ってんのは、はい、ずっと行きっぱなしでしょ。そう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 、もうあなたが口で言うたのよ、今。はい、行きっぱなしで。なんで今の形になるの、その東京いるみたいになるじゃないですかって。おかしなこと言ってるよ。確かに確かに。でもそこはちょっと、まあ、お前絶対やれへん。楽しみっすね、SNS なんか。絶対してな。やりますやります。で、正直に、はい、東京戻ってきましたってさ、俺ら笑うから。笑うよ。すいません、今日は東京です。それはと、あの、ちゃんと、はい、ツイッターかなんか。いや、その、俺が楽しみなのは、はい、どこで引き返してくるの。俺多分群馬とかからは引き返してこないと思う。ああ、そうか、まだ関東だから上行くとしたらね、多分東北ぐらいまで行くと思う。ああ、行く、うん、うん、で、だんだん不安になってきて、俺と秋田秋田ぐらいでリアルだな。東京も多分ね、それまでにもうね2週間ぐらい経ってんのよ。で、先々のこと不安になってきて、まあ、意外とお金かかるな。確かに確かに。だってご飯代とかも全部やからね。かそうですね、俺は秋田にベットする。秋田かー。秋田でいいんすか。どういうこと。だって秋田なんてすぐですよ。いや、だって順番に行ってたらさ、はい、だって言うて1週間か、まあ2週間ぐらいでは行ける距離ですよ、距離というか、うん、ね、順番なんで。中野はどこやと思うの。
僕は新潟だいぶ高いから行きの話ですよ、あの帰りちょっと折り返し、折り返しの新潟、はい、折り返して一回東京で休みたいそう帰れそうな距離やから一回帰り休んでくれとあ、でもそれは面白いよね、やったらいいじゃん、いいじゃん、あの中野くん応援してくださってる方は SNS 追っかけてくれるんじゃない、 ありがとうございます。あれはどうすんの、チャンネル、あーあーショーンの自由時間やったっけ、うん、ショーンの自由時間、うん、でもショーンの自由時間はやっぱカジサックチャンネルの、うん、やっぱサブチャン的なところは僕の中ではあるのでえちょっといいっすか初耳やねんけどカジサックチャンネルの、はい、ちょ冷静にね、はい、ショーンの自由時間っていうチャンネルって、はい、カジサックチャンネルのサブチャンみたいなことやったの、サブチャンみたいな感覚ですね僕としてはなんでお前がカジサックチャンネルのサブチャンを運営してんの、うん、でだとしたら更新頻度少なすぎる、はい、あ、そういうことか、はい、お前ほんま言葉足らず、はい、カジサックチャンネルの中野翔平のサブチャンネルってこと、ん違うなマジで俺のサブチャンってことめっちゃ変なこと言ってるで、ね、なんか、まあ、確かに変なこと言いましたけどもなんかカジサックチャンネルで生まれたものっていう意味です、うんうん、あ、そういうことね、まあまあそうね、はい、なので、なんかそれを、まあ、運営していくみたいなこう、カジサックチャンネルに上げて、うんうん、っていうのは、まあどうなのかなとは思ってます、まあそこは自由なんだけど、はいはい、そうね、一応 YouTube やってる人間から言わすと、ひょっとしたらそうだね、なんか変な誹謗中傷みたいなの来るかもしれない、ね、あーなるほどね、それはちょっと危険かもね、うん、そうですね、でもそれでもいいんだ、やりたいんだったらやったらいいんじゃないのっていう感じかな、うん、ありがとうございます。まあでも、はい、多分中野区の中でもまあいろいろ喋ってる中でね、うん、線引きっていうのも必要だと思うっていう話もしたもんね、はい、なんか一旦とりあえず一人でっていう、まあ、そうですね、っていう部分ではショーの自由時間も卒業にするのもありだし、うん、それはまあ自分で決めたらいいんじゃない、うんうん、はい、めちゃくちゃ楽しみ、とにかく47分いつスタートするの、だって先々仕事なんもないでしょ、今なんもないですね、なんもないので、うん、ちょっと9月とか目処に考えてはいますね、結構先あれえ、ね、どういうあれ、夏休みに小学生がやるようなことをする前に夏休み1回入ってますよね入ってますよそれなんだ、はい、ごめんな、こんなん聞いて、はい、いや気になっちゃうから、うんうん、それは僕の中で、うん、それやるまでにあの SNS のもっとやりたいなって、や、 SNS 東京で SNS のもっとやりたいなってこと、あの東京で、の、まあ、そういう施設とかでとりあえず形を作ってから、あ、サウナ巡りみたいな、はい、SNS を一旦基盤を作ってから、はい、いよいよその東京でサウナを巡った男が、そう、全国に出ます、はい、俺ちょっと変えていい、ベッド、はい、はい、行かない行かない東京で満足、東京で満足、はい、だって東京にはめちゃくちゃあるわけでしょ、うん、あるある、めちゃくちゃあります、10、20、30行くわけでしょ、そこで彼、飽きます、なるほど、カジサック、はい、乗った本当いいですか、本当にじゃあさ、はい、リアルな話、9月までっていうか、もうそれ以降もやけど、仕事はしないってことなの、うん、ずっとサウナ巡りをするってこと、東京で、いやいや、仕事だと、あの取れれば、作家業って結構あの自由なところあるんで、うん、やりながらとかでも全然できると、あ、人に会わったりし、俺作家業あんまよく分からない、うんうん、なんか人と喋ってとか打ち合わせとかさ、うんうん、なんかそのイメージがあんねんけど、うんはい、あるはあるとこもあるし、うん、それこそリモートで、もう確定リモートしかなくて、もう中野くんの動き方だとそうですね、確定リモートしか、確定リモート方式ですか、確定リモート方式だ、それでも中野くんを使いたいっていう人がいるかどうかっていうところですねその青森のサウナにいるときに何かの編集だと企画をやったりしてる可能性があるってこと、ありますありますっていうのが理想系ってこと、結構、あ、それでも結構理想かもしれないですね、あ、そう、青森のサウナでじゃあもう旅人やん、うん、旅、あ、確かに旅人ですね、中野くんがやりたかったこと
っていうのがそういうことってことなんだよね。そうですね、ちょっとやってみたいな。それはいいよ。ありがとうございます。で、でもそれも、うん、カジサックチャンネルをやってて見つけたものだったりもするもんね。確かにそうですね、キャンプだったりとかさ、うん、はい、確かに確かに、サウナもそうだし、うん、はい、それこそ車で移動しようとしてるさ、はい、車を買うっていうのもさ、そうですね、カジサックチャンネルでやってて、そうよ、培ったものだから、はい、なんかそれはちょっとね、なんかいいね、なんかね、 ありがとうございます。見つけられた、なんか確かにしんどい思い出もいっぱいあったかもしれないけどね、はい、そんな中でさ、この自分の好きなものを実は見つけられてたっていうさ、うんうんうん、ね、確かに、確かに入ってきた時そんなこと言ってなかったもん、ね、うん、確かにそんな、うん、あの発想になってなかったです。パンチパンをやっていったら、うん、ああ、パンチパンチね、都道府県でさ、パンチパーマ巡りもやったパンチパーマ巡りはもうパンチパーマの人見に行っとるやん。ほんまにパンチパーマって47種類あんの同じだって、そうそう、多分2、3種類だあったらバリおもろいやん。栃木のパンチとか栃木のそれの新潟のパンチとかってSNS をバズるぜ。確かになあ、あったらな、うん、はい、うん、毎日パンチパンを当てなきゃダメじゃないですか。だとしたら伸びてくるからね、髪がね、やっぱりね。なるほど、いやでも楽しそうですね。絶対やらんよ。わかりやすかったっすね。また今お前の悪いとこ出たで、今収めとこうってやつ。はい、収めちゃいました。はい、いやまあまあ、でもほんまに好きなことやってき、うん、ありがとうございます、マジでな。はい、うん、というわけで、はい、これ最後よ、もう、うん、ね、はい、うん、まあ、わかんない、ひょっとしたらまた、どう、突撃はしていいの、いつか突撃、僕の、その、旅先まで来てくれるっていうことで、なんで日程教えなあかんねん。あ、そっか、そりゃそっか、わかりました、ちょっとあのドアさんの時みたいな、うん、ああいうのもね、楽し、絶対、今リアルに言って、あの背伸びじゃなくて、はい、嫌なら嫌だって言ってな、もうほんまに。あ、わかりました。今これええやん、ちょうど映像残ってるから、うん、はい、映像残ってるからといって、はい、いいですよって言わなくていいから、うん、あ、わかりました。もうガチなやつちょうだい、はい、どう、突撃、ギャラなんぼ。よっ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 よ、ギャラはちゃんと払うよ。えぇ、ー、って今まで払ってきたよ。何やお前、今までもらってませんでしたみたいな感じ。何してよお前、ギャラ払ったらいいの。ありがとうございます、ぜひお待ちしております。毎日来てほしいな。毎日、そしたら家にいるだけでどんどんお金が入ってくる。毎日突撃してほしいな。最高じゃないですか。面白いね、ちょっとそんなんもね、なんか考えていけたらいいかなって思いますんでね、はい、本当にとにかく、うん、細かく言うと4年と何ヶ月だ、うん、19とかかな。そうですね、4年と9ヶ月ぐらいかな、はい、本当にお疲れ様やね。お疲れ様。本当に大丈夫か、はい、言わんでいいか、メインではちょっともう崩れちゃったから、ね、うん、はい、うん、本当にお疲れ様でした。ありがとう、リュウジ、はい、というかプライベートで付き合ってあげたらええやん。そうですね、ちょっとリュウジも誘って、うん、はい、ご飯とか行きたいです、ね、多分リュウジにとってお前はほんまに特別な存在だと思うよ、うん、お前が誘ってあげろ、それは。そうですね、リュウジからはやっぱり誘いづらいから、はい、そこは先輩としてさ。そうですね、うん、はい、もうどんどん誘っていこうと思います。いかない。あはははは、乗った。成立しないのよ、みんな同じこと言ったから。なぜかというと、はい、その後半の最初に行くと思ってたけど、うん、どんどん誘っていきたいと思いますが、嘘だった。嘘っすね、リュウジの顔見た帰りに俺の顔色チラッと見ました。目あったもんね、今ね。ちょ、マジで誘ってあげて。いや、もうマジで誘います。はい、それは、はい、それで言うとまあ常もそうやし、はい、まあ、俺は気使うやろうからで、ね、はい、俺もたまには行こうよ、飯、行きたいっすね。近況とかも知りたかったりするし、うん、はい、あの何度も言うけど縁を切るわけじゃないし。そうですね、中野のこと嫌いになったわけでもない、うん、まあ、中野も俺らのことを嫌いになったわけではない、もちろんです、うん、はい、あのあくまでもチームの体制だったりが自分に合わなかったっていうことやもんな、はい、っていうことだから、はい、はい、というわけで、はい、終わるか、終わりますか、はい、これで本当に最後だ、はい、なあ、じゃあ、はい、一言、じゃあ最後もらっていいですか、うん、はい、ちょっと、カジサックをはじめチームの皆様、チロンチロンって言いました。チロンって言いました。チロンって言いました。最初チロンチロンって言ってたけど、そんなチロンって言ったよ。チロンって言ってたよ。そんなチロンが出てた。何チロン、そんなやついないんですよ。言ったのよ、言ったのよ、言ってたのよ、チロンって。ちゃんとして、すいません、はい、チロンって
おい、おい、お前が出てる、カジサクチャンネルに在籍したいい結果出とるやな、はい、ありがとうございます、最後の最後に、うん、ありがとうございます。カジサックをはじめ、うん、チームの皆様本当に長い間お世話になりました。本当にありがとうございました。そして、チームカジサックを応援してくださっている視聴者の皆様、本当今まで、僕自身いろんな、賛否のある企画とかが多くて、不快な思いとかされた方もたくさんいるとは思うんですけども、今まで、それでもカジサックチャンネルを見続けてくださって、応援し続けてくださって本当にありがとうございます。引き続きカジサックチャンネルをよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。うわ、はい、じゃあ最後に改めて、はい、中野くん、4年と約4年9ヶ月、はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。